は、高知県南国市の南国運送さんへ来させていただきました。今回ご紹介するのがですね、スタンションステイ、こちらの商品になります。こちらの商品はですね、こういった、平ボディ車、こちらでスタンションのついてない車両、こちらを塩ビなど商品を高積みするときに、こちらのスタンションステイを使って、商品を高積みします。では取り付けていきます。まず平ボディ車の煽りに E トラックレール、レールがついてる車両のみ対応になります。こちら、レールにですね、2点止めでしっかり固定できます。角が、90角になってますので、輪際をですね、90角の輪際を縦に、差し込んでいきます。はい、こちらで輪際が、立ちました。で同様に反対も取り付けていきます。はい、こちらで両サイド、輪際が立ちました。これを、片方 2,3 個取り付ければですね、高い荷物でも、横を落とさずに荷積みできる商品になります。これはまたもう1点使用用途がありまして、今回こちら一部分をカットしております。ここに、輪際を横に向けてはめることによって、2度目のバーとして使用することができます。では取り付けていきます。はい、こちら輪際を置くことによって商品の2度目バーとして使用できます。今回あのパーマンさんに提案させていただいて、このスタンションステイを、製作していただきました。あの塩ビのパイプとかを積むときにですね、非常に、輪際を立てて、ぐらつかないという非常に便利な商品になっていると思います。当社ではこれを使用していきたいというふうに思ってますが、これからも、まあ、いろんなアイデア商品をパーマンさんから出していただけるように、パーマンさんには大いに期待をしております。頑張ってください。